これよりと討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。吉田忠智君。社会民主党、御権連合を代表して、不動産特定共同事業法改正案に反対の立場で討論を行います。本改正案は、討論・隔離型の不動産特定共同事業を可能とすることにより、 大都市部での都市再生に投資を呼び込もうとするもので、大手不動産会社、デベロッパー、ゼネコン、銀行、証券業界などが求めていたものであります。いわゆるアベノミクスによる金融緩和で、余った金は実体経済に向かわず、投機的な不動産取引、いわゆる不動産バブルが再燃しつつあります。不動産特定共同事業法は、投機的な不動産取引を防止する実効的な措置を書くばかりか、新たなスキームにより、さらにバブルへの流れを助長することになりかねません。 不動産バブルが都市生活者の暮らしを破壊し、立地する中小企業の経営にも悪影響を及ぼしたという90年代バブルの教訓から学ばなければなりません。また改正案は地方都市の再生、地方経済の活性化をうっておりますが、収益性を判断基準とする以上、より収益性の高い都市部の再開発へと投資が集中し、より収益性の低い地方への投資や、社会的なニーズは高くても収益性に劣る介護施設や保育施設等への 建て替え等に投資が流れていかない事態が予想されます。法改正が地方の活性化につながる制度的な保障はありません。改正案は大都市が活性化すれば地方にも恩恵が行き渡るであろうとする、いわばトリクルダウン理論の国土開発版とも言うべき、大都市再生、大都市の国際競争力強化を目指すものです。 経済合理性のみの投資では、大都市と地方との格差は広がるばかりです。少子高齢化がその今こそ、町づくりにおける公的責任を改めて確認し、ナショナルミニマムを保障すべく、地方の暮らしを支える町づくりを真剣に再検討しなければなりません。以上申し上げ、反対の討論といたします。他にに意見ももですすすから討論は終局したものと認めままこれよりり採決に入ります不動産特定 共同事業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。挙手多数と認めます。よって法案は多数をもって原案通りかけすべきものと決定をいたします。